どうも、トズルです。はい、ということで今日もクラッシュライルをお送りしていきたいと思います。明日からね、新カードメガナイトをゲットできるチャレンジがスタートいたします。12勝するとこの新カードウルトラレアのねメガナイトをゲットできるよっていうチャレンジなんですけれども、私ドズル生放送でね、ゲットするまで寝れませんっていうチャレンジやっていきたいと思いますので、ぜひとも、生放送も楽しみに待っていてください。さあ、ということで今日はねこのメガナイトの性能についてちょっと話していきたいと思うんですけれども、その前にこちらドゥドゥン、こっちですね、ウルトラレア宝箱が来ていたので、サクッと引いちゃいたいと思います。今欲しい、一番欲しいウルトラレアはラバーハンドですかね。最近ラバーハンドにハマっているので、ラバーもしくは最近結構こう幅を利かしているエレクトロウィザードとか来たら嬉しいですね。さあ来い、じゃーん、あー、スパーキースパーキーは控えめに言っていらないありがとうございます。はい、いやなんかスパーキーね引く確率高いんですよね。キヨキヨさんの影響かもしれません。さあ、ということでそれはどうでもよくて、今日のね、テーマはこちら、新カードのメガナイトについてです。でメガナイトについてはちょくちょくね動画でも紹介していたんですけれども、きちっと、ステータスが出たので、このステータスについて今日はちょっと深く掘り下げてね見ていきたいと思います。でこいつの特徴としてはまずジャンプダメージですね。出現時にエレクトロウィザードみたいなイメージかな、出現時にその周りにジャンプダメージ生成ダメージ480ダメージを落とすことができて、エレクトロウィザードがこう出現した瞬間に、ダメージとザップ効果を与えるみたいな感じで、メガナイトも出現時に生成ダメージを480ダメージを与えることができます。でさらに、アサシンユーノのイメージかな、ジャンプっていうのができて、そのジャンプしている時にジャンプした後に着地地点でまたジャンプダメージ480を与えることができると。どうだろう、アサシンユーノよりはジャンプ距離が、実はアサシンユーノは、6マス、ダッシュ効果があるんですけれども、1マス短いので4マスから5マスになっているので、そういった意味ではアサシンユーノの方がこう突撃ダメージというか突破力っていうのがすごく高い、ユニットかなという感じでございます。で今日はこのダメージとかヒットポイントについてさらに掘り下げて見ていきたいんですけれども、これね攻撃速度が 1.8 秒で、ダメージが240ダメージですね。範囲攻撃のダメージなので、どうなんだろうというところなんですけれども、1秒間あたりのダメージ数、ダメージ量に変換すると133なんですよね。実はこれねメガナイト、ナイトよりもね1秒間のダメージ低いんですよ、3コストのナイトより。範囲攻撃なんで何とも言えないんですけれども、ナイトの、大会モードのねダメージが144で、メガナイトが133なので、だからナイトよりも若干ダメージが低い、こうダメージを範囲攻撃で与えていくようなユニットになっております。で盾役としての役割として考えてみると、建物優先ではないんですよね今回のメガナイトは。普通にユニットたちにも特攻していって、ダメージを与えていってくれるユニットなんですけれども、ヒットポイントが3300、一番近いのは多分ジャイアントかな、ジャイアントが多分3344なので、体力的にはジャイアントで、ジャイアントみたいに建物優先ではなくてユニット優先でね、こうジャンプで特攻していくよっていうのがこのメガナイトの一つの特徴かなと思います。で、アサシンユーノみたいにこうジャンプしている時が無敵状態になるわけではなくて、普通にその間もダメージを食らうので、ソラユニット、特に今流行ってるコウモリとかにはすごく弱い感じが、してますね。3300あるんで、どうだろう、7コストの盾役ユニットの同じペッカと比べてみると若干低いのかな、若干低い、でもペッカとほとんど変わらないか、範囲攻撃版のペッカって思ってもいいかもしれませんね。ただダメージ量に関して言うと範囲攻撃133で、どうだろう、生成ダメージの480ダメージか、生成ダメージとかジャンプダメージをうまく、使えないとこう進化発揮できないかなと、言った感じでございます。まとめてこう出すね、例えばバーバリアンだったりとか三重士だったりとか、そういったこう群れ系の、ユニットに対しては結構効果を発揮すると思うので、そういったこう三重士、例えば2体ねこっちに寄ってくるとすごく厄介なんですけれども、こう2体の三重士プラス工場バーバリアンに生成ダメージ与えて、そのまま三重士を殴り倒すみたいなね、シーンもなんかこうリーク動画で見たことがあるので、そういったところも含めてね、またユニットがリリースされたら皆さんの元に、こう紹介動画っていうのを紹介していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日はメガナイトのステータスについてベラベラ喋っていったんですけれども、近日ね
ね、またこうメガナイトを使った、デッキの紹介だったり、まあ、明日からはメガナイトをどう使うかっていうのもね、すごく重要なチャレンジになってくると思うので、また動画にしたいと思いますので、ぜひとも楽しみに待っていてください。ということで、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。